はい、Jチャンネルです。皆さんお元気でしょうか。動画のね、撮ってる合間にもちょっと撮ってるんですけど、ギター選びなんかをね動画出しましたけど、もう10年ぐらいね通販でやりましたけど、今回はですね、ギター選びで過去にね一番失敗したことを話してみたいと思います。多分僕みたいな人がいるかもしれないので、参考になればと思ってね、いくつか失敗談をね話してみたいと思いますが、興味がありましたら見ていただければと思います。その失敗といってもね、お店で買うとか通販で買うとかっていう問題じゃなくてですね、こう考え方の問題でかなり失敗したことがあるんですね。失敗が最初の頃ですね、前半部分ですが、もう何年も前ですけどね、それはね動画にも上げたことあると思うんですけど、多分自分にね合うギターを例えば探したりしますよね。ただやっぱりこう合うギターって言っても、やっぱりあの色とかね、そういうのはのけておいて、その自分のこの弾き方に合うギターを探していたんですけど、例えばこう自分のこう弾き方に合うギターで、このギターは僕に合わないな、このギターは合わないな、このギターは合わないな、どうだろうということで、例えば自分は変えずに自分の弾き方で合うギターを探して、それがベストなギターじゃないかと思っていた、ちんぷんかんぷんな時期がありました。はい、今はそう思ってる人は多分いないと思うんですけど、そういう時期もあったんです。だから弾き方はね、こういう感じで弾き方でこれに合うギターなんてね、もう、ないんですよ。バカバカしい話ですよね。ちょっと なんでそう思ったのか、ちょっと馬鹿げ抜いたりっていうかね、やっぱりあの自分の弾き方は弾き方でいいんですけど、例えば材質とか形とか違うわけでしょ。そしたらその個体100本あれば個体が100通りあるし、同じモデルでもまた個体差があるってね。なので僕が失敗したっていうのは、その個体に合った弾き方を探そうとしないで、自分のこうジャンジャカジャンジャカやる弾き方に合うギターを探していた。もうそんなギターなんてないんですよ。例えばギブソンならギブソン、マーチならマーチ、そういったギターね、テイラーいろいろありますよね。性質に合ったような弾き方ができるかできないかの話なんですね。ちょっと難しい話なんですけど、最初は分からないと思いますけど、このベストなギターの音の出し方を研究してあげないとギターに失礼ですよね。自分のこう弾き方も字がもう最低ですよね、本当に。それが分からない時期があったんですよ。あっていろいろやってみて、いろんな音が出ると、そしたらギターの合わせたような弾き方で緩めたりとか何とかねしたりとかして、一番このギターのその最高の音が出るような弾き方をやっておいて、それでなおかつ自分の好みは何だろうというギターの選び方をすればよかったんですけど、とにかく自分の子が弾いていて、このそれだけでやっていた本当に哀れな時期がありましてね、そういったのはすごく反省して、すごくお金もすごい損したってありますよね。だから本当ね、例えばこのギターとか A のギター、 B のギター、 C のギターあったら、そのそれぞれのいい音の出し方があるんですよね。そこをね見つけ出さなきゃいけないし、その見つけ出した後に自分の好みはこれだったっていうんなら分かるんだけど、それを見つけ出さないのにやってしまったっていう、本当過去のね黒歴史っていうのがありまして、そこらは非常に反省しましたね。だから今弾いたらもっといい音が出せるのになというギターがたくさんあったと思うんですよ。失敗したなと思う、これが一番ですね。本当になんていうかな、自分の好みに合わせようとしたんじゃなくて、そのギターに合わせる、そして一番ポテンシャルを、一番いいポテンシャルができるような弾き方を探し出さないと、本当にいいギターには巡り合えないんですよね。なのでやっぱりこうある程度自分のテクニックを磨いて、強弱とかね、いろいろ好みはあるけどね、その弾き方の好みはありますけど、そういった探し方をしなかった自分が本当に愚かで、いろんなギターあったらやっぱりいろんなギターの良さがあるんですよ。だから非常に愚かな時期があったので、これがやっぱり一番僕はアコギ選びで失敗したということなので、皆さんももしね選ぶんだったら、いろんな引き込んで引き込んで、どの
いろんな弾き方を、まあ、初心者のうちから難しいと思うんですけどね、そのこのギターはこういう材質でこういう長さでとかあって弾き方を見つけるようなことをすればもっと楽しかったんじゃないかと思うんですよ、ギター探しがね。ただ本当にこう、なんかつまんない時期を過ごしたなということを非常に反省して本当悔いてますけどね。今最近やっと分かってきたので、あ、このギターはこういう流し方するんだな、このギターはこうだなと、その上で、あ、やっぱりこういうのが好きだなというのはある程度こうね、なんとなくこうまとまってきたので、だから自分に合わないギターでもいいギターってたくさんあるじゃないですか。なのでそこに合わせられるようになっていかなきゃいけないなというふうに思ってる。だから僕の教訓です。教訓だし反省だし、皆さんももしお気づきの人がいなかったら、やっぱりそういうギターの個体を見つけて、ね、いい音で奏でてあげて、それが自分の好みの順位をね決めてあげればいいし、弾きやすさにもよるしね、そういったのをね一番この失敗した例ということで、まあね、参考になっていただいておりますね。はい、大体ね弾いてくると大体この好みがね、マホガニが好きとかね、あのいろいろこう好きなあの材質が出てきますよね。材質だけじゃないですよ、いろいろこうねありますけれど、まあギターのメーカーにもよるだろうし、いろいろあるだろうけど、とにかくやっぱり楽器店に行って弾かせてもらうっていうのも一つの手ですよね、やっぱりこうね、そういった感じですかね。これもやっぱりね、アルミニウム貼ったけどね、だいぶ落ち着いてきて良くなりましたよ。あの張り立てって、あのいい悪いにしてはやっぱりちょっとこうね、落ち着くまではすぐに近かりますよね。かかってなんとなくこう、あ、そのあこういう弦だなというのが分かってくるんで、かなという感じでした。はい、アコギエライブでね、過去に一番失敗したんで、やっぱり自分に合わせるんじゃなくて、そのギターに合わせた弾き方を探しながら、やっていくというのが一番いいんじゃないでしょうかね。やっぱりちょっとそれにはやっぱりね、あのいろいろこう勉強しなきゃいけないのもあるけど、そういったのをやっていくともっと楽しくなると思うんですよね。あの僕はその良さがわからないまま弾いていたので、本当にその弾いていたギターに失礼だったなと思って非常に反省しています。皆さんもね、参考になりましたらぜひね、そういった感じで、ギター選びしてもらうともっと楽しくなるんじゃないかと思いますのでね、頑張ってやっていただければと思います。はい、 J チャンネルでした。はい、次の動画でお待ちしております。